じゃあ始めていきたいと思います。これ同調ししないといけない。いきます。こっちから押すか、押し、マイクから押して、あ、1秒後にあっちとか押したほうがいい。うんうん、そうしようね。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害のサイリの夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタの広く浅い知識とサイリのその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方をサイリさん、メンヘラ103 atmarkgmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日6月12日月曜日、第38回の収録となっております。放送日が6月19日月曜日で、はい、毎週、いつも通り、1週間なんて言ったらいいのかな、ん、飛んだよ、まあいいや。まあとにもかくにも、今日はね、夏美さんではなく、もう僕のね、もう一人の嫁でございます、サイリと2人で、今日は収録の方を行っていきたいと思っております。サイリさんは今日で3回目か2回目。あ、3回目、3回目じゃない、3回目だと思うな。3回目の登場となっておりますが、ちょっとラジオ収録、これからラジオ収録でやってたらちょっとだけ嫌な顔してましたけど、大丈夫ですかね。大丈夫。まあ3回目、まあ38回中3回目ってことだから、まあ、12回に1回ぐらいのペースでできてるわけですけれども、どんなね、ラジオは慣れてるはいる？いや、慣れてない。そうだよな、うん、基本的に動画にも映りたくないから、今日はね、 YouTube の動画の方は健太が独り占めしておりますが、夏、サイリさんの方にはね、ツイキャスの方を担当してもらってます。サイがツイキャス担当です。はい、できればサイリさんマイクの方を近づいて喋っていただけたら。サイがツイキャス担当です。はい、よろしくお願いします。今日はね、お好み焼きを食べてからこっち来ましたけども、めっちゃ今お腹いっぱいでね、おとは2人でね、美味しいお好み焼きをいただきましたが、うん、このお好み焼きがね、まあ、近々、皆さんでも食べれるようになるかもしれない、かもしれない。はい、はい、今極秘プロジェクトが進んでおりますので、言ったら極秘じゃなくなるだろう。ぜひ、お待ちいただければ。今日もはい、30分短いお時間ですが、最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、本日のテーマいきたいと思います。本日のテーマ、3番目に嫌いな食べ物。はい、なんで3番目なの？まあ、理由あるよ。一番嫌いな食べ物はっていう質問って結構あると思うのよ、されることって、でさ、大体さ、その答え聞いてからさ、まあ例えば俺だったらさ、一番嫌いな食べ物って問われたら、
まあ納豆とかセロリとかさ、なんかちょっと匂いの強いもの、うん、うん、香草系は特にダメなんだけど、パクチーとかね、うん、そういうのって結構さ共感得るでしょ。まあわかるさ、なんかわかるわかるって結構なるさね、うん、一番嫌いな食べ物って、うん、あ、納豆とかもさ、サイリは食べれるでしょ、むしろ好きな部類でもあるさ、うん、でしょ。でも匂いが苦手なんだよねって理由とか聞いたら、まあまあわかる、うん、ちょっと理解はできるさ、ね、うん、でも3番目に嫌いな食べ物って言ったらね、なんかえ、なんかその理由とかも聞いたら、うん、え、そんな理由でみたいなのって意外と出てくるん違うかなと思ってさ、うんうん、なんかちょっと聞いてみたいなと思って、うん、意味はわかる、うんうん、そういう理由から、はい、3番目に嫌いな食べ物とさせていただきましたが、はい、メンヘラ、まあ、早速、お便りご紹介したいと思います。こっちも来てる、お、読んでいただけますか。じゃあツイッターの方、サッチーさん、こんばんみーって来てる。あ、こんばんみー、サッチーさん、こんばんみー。今日は、夏美さんではなく僕のもう一人の目、サイリーさんが出ております。よろしくお願いします。よろしくお願いしますなんか言わしてるみたいになってるけど、まあとりあえず、はい、お便りの方読ませていただきます。メンヘラネーム、沖縄大好きさんより、はい、ここで FM ギノワンよりニュースをお伝えします。 FM ギノワンにマジムン州軍団がやってきました。ハゴーハゴー、よっしゃ、僕ちゃんたちが FM ギノワンをジャックしてやるぜ。待て、マジムン出たな、ハゴーヒーロー、行くぞ、ビシッバシッ、チキショー覚えてろ、ヒンギレ。こうして FM ギノワンに平和が訪れましたとさ。感想をお願いします、うん、サイリの方が読むのうまいはずごめんねえ、沖縄大好きさん、すいません、俺下手くそだったみたいまあ、続きあるんで。というわけで、ケンタさん、まあ、夏美さんって書いてあるけど、今日はサイリさん、はい、こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、3番目に嫌いな食べ物。3番目に嫌いなものですか？今は食べられますが、子供の頃に苦手なものを挙げるとすると、海藻類やキノコ類、ピーマンが苦手でした。3番目に入れるなら椎茸は苦手でした。今は平気ですが、子供の頃は嫌いでよく残してましたとのことです。うーん、椎茸はさゆりさんはお好きですか？好き、美味しいよね、うん、でもキノコ類もね、嫌いな人と結構いるよね。あれなんかな、独特の匂いとかかな、食感、うん、どうだろう。なんか理由もちょっと聞いてみたかったな。海藻類やキノコ類、ピーマンが苦手でしたと。匂いじゃない、やっぱ、まあ、匂いだろうね。ピーマンはね、なんとなく苦味とかかな、うん、まあって感じはするけど、うん、俺は椎茸は好き。ピーマンもね、まあ確かに子供の頃は苦手だったな、うん、やっぱ苦味が。はい、続きまして、メンヘラネーム、夢をつかぽんさんより、3番目ぐらいに嫌いな食べ物はフォアグラです。鶏を脂肪肝にさせてそれを食らう、全くもって意味不、人間残酷、僕怖い、だそうです。あ、うんうんうん、でも3番目に嫌いな食べ物でフォアグラって食べたことある？一応高級食材に数えられるさ、トリュフ、フォアグラ、あと一個なんだっけ、キャビア、あ、そうそう、キャビア。まずどれも食ったことないな俺。スカポンさん、うん、金持ってるな金の話どこで食べたんだろう。でもね、確かになんかちょっと残酷な感じはするよね。しわざわざさ、ニワトリを脂肪肝にさせて、うん、それはちょっとそういうさ、なんかちょっと残酷な部分物が見えると嫌だなって言うけど、でも基本的に人間残酷といえば残酷か。そうだよ、スーパーで並んでる牛だって豚だってそうよな、全部殺してんだから。まあね、まあね、今 P 入ったはずだけど、殺すのところ嘘だよんじゃあ続きまして、うん、はい、メンヘラネーム、佐藤さんより、僕が3番目に嫌いな食べ物はレバーです。少し頑張れば食べられるけど、パサパサした食感がどうにも好きになれません。
とのことです、うん、レバーね、レバー、うん、分からないでもない、パサパサしてるっていうのは、うん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 、俺レバニラめっちゃ好きなのよ、うん、あ、なんか栄養を食べてる気しない？え？栄養、栄養？そう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 、やっぱさ、なんか鉄分、血っていう印象があるのよ、レバーって。なんかさ、うん、血液を作る、うん、だからなんか健康のためになんか食べてたらいつの間にか好きになったみたいなところあるんだけど。じゃあ健康の前に食べて、健康のために食べてる前はどうだったの？そうだな、まあでも苦手だったかもね、子供の頃は。なんでこんな、なんていうのかな、ちょっと独特の香りするさ、これもやっぱり、うん、うん、だからあれなんだけど、そういえばさ、レバニラで今思い出したんだけど、うん、今はね違うんだけどさ、1年か2年ぐらい前のさ、前まで龍坊のレバニラがさ、うん、結構極厚でさ、うん、レバーが、うん、めちゃくちゃうまかったの、うん、今薄くなってんの、あれかな、あの原材料費の高騰とかかな、あのウクライナとロシアのさ戦争の煽りを受けてレバーも薄くしちゃったのかな。そうじゃない、ちょっと寂しくてさ、それがあの頃のレバーに会いたいよ。あ、レバーか。うん、サイさんのレバーはお好きですか？普通嫌いじゃない？普通、うん、焼き鳥とかのレバーは普通、全部普通だ。まあでも3番目に嫌いかと言われるとちょっと違う。苦手でもないし好きでもない。好きだよ。ああ、好きな方。うん、うん、美味しいよね。好きよりの普通。はいはいはい、わかりました。じゃあ続きまして、メンヘラネーム山さんより、私の3番目に嫌いな食べ物はプチトマトです。味と食感がいまいちかなと。でも最近は品種改良されたのかな、そのおかげか、もともとプチトマトは一番苦手だったのですが3番苦手になりました。これからもラジオ楽しく続けてくださいね、ではでは、とのことです、うんうん、トマト好きよね、夏美さんもそうだけど、さえりもトマト好き、ね、でもね、俺これは分かるのよ、プチトマト、俺トマトは結構平気なの、うん、通常のね、うん、プチトマトは、まあ、苦手かって言われたら苦手かもな、俺も。なんで？なんか食感、弾ける食感、あー、プチってなるのがそう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 、いきなり来るからじゃない？そう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 、なんか感じがどうにも好きになれなくて。で、どっちかといったらさ、酸っぱくない？プチトマトって、通常のトマトに比べたら。いや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 、あ、そんなことない、甘いプチトマトあるよ。あ、ほんと？じゃあ俺が今まで食べてたプチトマトは良くなかったんだ。良くないとかじゃなくて好みの問題だ。ああ、そうかそうか、そうなんだよ、なんかプチトマトはなんかちょっとわかるな。ちなみにですけれども、さゆりさんの、まあ、3番目ぐらいに苦手かなみたいな食べ物ありますか？ちょっと今、さゆりさん気を失ったというか、あれですね、夏美さんに変わるかもしれないですね。これね、皆さんわからないかもしれないんですけど、解離性障害という夏美さんの症状なんですけれども、急にね人格が入れ替わったりするんですよ。そうそうそう、だからね、今はちょっと電源がオフになっている、これから再起動するかなっていう状況であります。はい、今なので僕一人でおしゃべりさせてもらってますけれども、あ、サッチーさんも見てくれてますね、ツイキャス読まさせていただきます。サッチーさん、嫌いな食べ物は学校の給食で出ていたグリーンピースご飯。あー、ありましたね。わかめご飯は好きだったな。なるほど、わかめご飯美味しかったですよね。グリーンピースご飯は確かに、ミックスなんだっけ、ベジタブル、ミックスベジタブルは
確かに俺もちょっと苦手だったね。今夏美さんが戻ってきたようなので、はい、夏美さんに代わりたいと思います。はい、何、今ラジオ収録中ですよ。体が痛い。はい、あのサッチーさんを見に来てらっしゃいますので、こんばんはとご挨拶の方お願いします。ツイキャスじゃん。はい、ツイキャスやってますよ、ライブ配信中です。今、はい、そうです。サッチーさんこんばんは。こんばんみ。マジムアンダケーボーチャーもびっくり。今途中から参加してるかわけわからんでしょう。うん、わかんない。沖縄大好きさんのね、あのメッセージを読んだからそういう感じになってるんですよ。うん、はい、後でまた来週か、来週本放送をお聴きいただければ。はい、夏美さんの3番目に嫌いな食べ物は何ですか？オブラート。オブラート？オブラートってあの飴玉にを包んでるやつ？そう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 。お薬とかでもある。はあ、あれ食べ物に加えるんだ。まあまあまあ分からなくはないけど。オブラートは、うん、なんか包んで、うん、薬とか包んで食べるオブラートがあるの分かる？はい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 、丸いやつとか、はいはいはい、それでなんか粉薬をね、うん、飲んだ時にね、うん、喉に差し掛かった時に喉でバーンって爆発したのよ。ほう、それ以来嫌いだね。それもうなんか一番目に嫌いぐらいのノリの嫌いを。一番目に嫌いなのはらっきょうの酢漬け。ああなるほどね。2番が桜でんぶ。ああはいはいはい、でんぶ、でんぶで3番目にオブラートが。オブラート、オブラートを食べ物に加えるのか、まあいいけど。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日、僕が紹介いたしますのは、伊藤かな子さんとあやねさんのデュエットでお送りしているアセンションという楽曲です。はい、ではお聴きください。はい、サッチーさん、ミックスベジタブルは苦手ですって。ねえ、あんまり美味しくないもんね。美味しいよ、美味しくない？いや、だからグリーンピースが苦手な人やっぱり多いから、グリーンピースが苦手な人ってミックスベジタブルちょっと嫌いよ。あ、サッチーさんまた来てるよ。こんばんみーとミックスベジタブルのコメント以外は旦那が送りました。そうなの？おい相談かい。まあせっかくだから健太さんのね、苦手な、なんか怖い怖いね。3番目に苦手な、意識がないから怖い。はいはい、いいよ、大丈夫。 3番目、記憶がね途切れてるからね、サイリーがやってたからね。まあいや、もう何話してたか忘れた。俺の3番目の苦手な食べ物、うん、ケンタさん何？ケンタさんはね、恵方巻き。恵方巻きはちょっとあれだね。いや、一番は多分俺パクチーとかああいった香草類だと思う。あ、そうね。いや、あれもだね、漬物もそうね、匂いがするやつは基本的にちょっと苦手で、恵方巻きがなぜ嫌いかって、まあ苦手か、3番目。なんで出されたら食べるよ、うん、あればね。だって恵方巻きってあれでしょ、なんかそう下向いて食べるとか、そういう、まあ、なんかそういうね、うん、なんか縁起がいいものとしてされてるものだけど、うん、納豆巻き、納豆巻き分かるのよ、納豆が巻かれてるって、うん、うんうんうん、で、鉄火巻き、カッパ巻き、うん、まあ見た目で何が巻かれてるか一目瞭然じゃない？分かるね。きゅうりとマグロでしょ、うん、恵方巻き、恵方って何？恵方が巻かれてて怖い。何が入ってるの、恵方って。恵方って何？怖いわけよ。中にな、なんかパッて見ても何が巻かれてるかよく見分からんし。かんぴょう。いやいやいや、見た目で一発で分かればいいんだけどさ、怖くてさ、口に入れきれんのよよ。そっか。そう、だから同じ理由でチラシ寿司もダメなの。チラシ寿司なんてめっちゃうまいじゃん、酢飯と。いや、何チラされてるのと思って。チラされてる。チラされてる具材を教えてくれよっていう。なんか怖いわけよ、うん、口に入れるのが怖いっていう感覚ね、うん、ちょっとわからないけど、口に入れるのが怖くてさ、ちょっとそこが苦手かな。
だからあえて3番目ぐらいだろうな。怖いね。これ分かる人いないかな。俺すごく分かってくれると思うんだけどな。パエリアはじゃん、あの基本的によそういうなんかわけわからん食べ物はわけわからんだんだタイトルのやつはやめてください、うん、はい、っていう感じですかね、うん、はい、では、はい、サッチーさん来てるよ、はい、サッチが3番目に苦手な食べ物は、うん、うなぎ、うな重かな、見た目もだし生臭さが苦手って。あーうなぎもね苦手な人いろいろ。うちの道子も嫌いだね。うちの母親もうなぎはちょっとダメだったな。うん、うなぎも結構多いかもね。じゃあさっきなんだっけ、嫌いな食べ物でさ、うん、ミックスベジタブルっていうか、あ、違う、グリーンピースのやつは旦那さんなんだ旦那さんが送ったんじゃない。あ、わかるわかる、旦那さんはグリーンピースなんだね、うん、じゃあちょっと楽曲紹介終わります。はい、はい、お聴きいただきましたのは8年前に発売された PS ビータ用のゲーム日暮らしの泣く頃に水の主題歌中に収録されていた、伊藤かな子とあやねさんでアセンションという楽曲でした、うん、はい、これね僕の大好きな、2人アーティストが初のコラボというかデュエット曲を、うん、まあ、発表したというか、まあ、とにかくかっこよくてね、うん、好きなんですよ、うん、でね、まあ、ギャンブラー的なことを言うと、これパチンコの日暮らしの泣く頃にで大当たりした時に流れる曲で、ちょっと脳汁が出ます、聞くだけで、はい、テンション上がります。そうなんだ、はい、そういう理由でご紹介させていただきました。はい、はい、ではエンディングに入っていきます。なんかつなげて、はあ、なんかつなげてって急に。じゃあ行きます。はい、はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、夏美さん途中から参加という形になりましたが、最初はサイリがね、MC やってくれてましたんで、サイリに後で LINE でありがとうねとお伝えください。後で伝える、はい、後ろに倒れなかっただけ上等よ。前にコンってコトンって言ったから、うんうん、あ、でもなんかやっぱ慣れないね、何回やっても。何を？このなんかこの状況って、あ、入れ替わりというか、だって急に倒れてたりしたりとかするから、うん、うんうんうん、まあでもラジオ収録の中の変化というかさ、入れ替わりで言ったら2回目か今回で。この前はスカポンさんがゲストに来てくれた時にねそう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 、うん、なんかいきなり目の前がってなってから、うんうん、やばい怖い。はい、まあサッチーさんも今日ツイキャスで参加してくれてましたけれども、うん、ありがとうございます、はい、うちのね夏美の帰りの瞬間というかね、はい、見れたというか、まあ、貴重な瞬間ですので。なん怖いけど。そんな大げさな感じではないんで安心してください、はいはい、よかったよかった、はい、でまあ先週も言ったかな、せっかくねメンヘラジオという名前の番組なので、うんうん、はい、メンヘラ集強めのテーマにしたいと思ってるんですけれども、うん、まあここでもね募集というか、テーマ募集する、テーマ募集、こういったことについてお話伺いたいですとか、お話ししたいですみたいな、そう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 、そういうのとかあればぜひね、僕らのメールアドレス、うん、メンヘラ103 @gmail.com、うんうんうん、またはねツイッターやってますので DM くれれば、 DM いただければお話をさせていただきますので、うん、なんか案があったらぜひね遠慮なくいつでも、うん、メッセージいただければと思っていますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。あ、ツイキャス来てますよ、はい、陸海空さんからです、うん、陸海空じゃないかな、陸海空さん分からんけどこんばんみ、うん、はい、こんばんみ。僕が3番目に嫌いな食べ物は沖縄ぜんざい、うん、あれはメジロの餌だ。嘘でしょ、笑えって書いてメジロの餌
マジで。そうなんだ。沖縄ぜんざい。でも沖縄ぜんざいってかき氷乗ってるやつでしょ。乗ってるから、目白あれ食べたら頭痛くなる。違う、目白人間もや。じゃあ目白があのサイズのさ、沖縄ぜんざい、目白のあのサイズで沖縄ぜんざいを平らげたら、うん、なんでだろう。どういうあれなんだ。味が嫌なのかな。味が、豆は鳥が食べるものみたいな感じかな。そうなの。でもそしたら違う、言ったら何だっけ、甘菓子、甘菓子、内地で言うと、ね、ああいったのとかも苦手なのかな、もしかして。どうなんですか。氷が乗ってるやつがダメなのか。サッチーさんが見たい、私の旦那ですって。あ、そうなの。私の旦那、陸海空さん、私の旦那ですって。多分そういうことだよね。沖縄ぜんざい、旦那さん内地の方なのかな。わからない、そりゃな、わからんよな、それは。ちょっとこれ、いろいろと番組終了後に聞いてみましょう。はい、では本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、収録終わりました。で、はい、サッチーさんの旦那さん、なんで、サッチーさんの旦那さん、理由を教えて、理由が知りたい。目白の餌っていう理由が知りたい。もう YouTube これも流すよ、うん、YouTube でね、みんな聞けるはずだし。沖縄ぜんざいが嫌い。沖縄ぜんざいが嫌い、これちょっと理由知りたい。謎謎だってさ、うちらさ、うちら夫婦さ、うん、沖縄ぜんざいさ求めてさ、ちょこちょこ食べたりしてた時期があったからさ。そう去年ね、去年、一昨年か、去年か、夏美の方がぜんざいにハマってから、好きでから、ちょっと、うんうん、じゃあこっちのこっちのとか言ってさ、なんでだろうね。なんで。あ、これ気になる。気になるね、うん、いいね、すごい。そうなんだ。まあ人のね好みだから、なんかそう無理にね好きになれとも言わないけれども、へ、うん、面白い、うんうん、興味深い。ありがとうサッチーさん、うん、今日も参加していただいて、旦那さんもね、陸海空さん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、今日はなんか本当にごめんなさい。うちのさえりがお世話になりました。撮り直したい。まあいいさ。はい、じゃあ YouTube の皆さんもバイバイ。では次。